よいしょ。それで、ゆっくりいけてくれ。今書いてる、その霧のマルガリータって話は明らかに別の星の話なんですけど、実は木星の衛星だったマルグクの話なのかな、本当。で、結局、大宇宙、このね、大宇宙は丸くないけど、衛星丸くね、第六宇宙あるんじゃないかしら。ということね。それとね、その地球も丸くも銀河中央から運んできてて、で、周辺衛星がその結局、比重が重くなるから肉体世界になるのじゃないかなと思うんやけど、遠心力による比重でしょ？いや、銀河中央のはもっとその質量重くなるね、重力の話ですから。銀河中央に普通に肉体のある惑星はあっても不思議じゃないです。で、この私たちが住まっているこの星は、木星の衛星のマルドクが破壊されちゃったから運んできたはずやんけどね。銀河中央から。アースガルドって。そんないきさつもあるけど、それは第五宇宙の話ですね。この宇宙が始まるの。で、宇宙ずっと第五宇宙におったから、いきなり第五宇宙助けに来いって言われて、いえいえとか言って、この人生どうするのか、わずかの人生がな、勝ちましたの人生。それは編集やから、そんなものって。アスカの妄想に過ぎないから、この別れる時はさ、やっぱり別れなさい、ね、それ世界からね。で、どうしようもないから、でも、十分君は手を尽くしたので、破壊すると、大脳死破壊したわけね。バーンって。どうしようもね、本当にドロドロだったから、何からダメなんじゃないよ。アスカの周辺だけドロドロ、アスカの、それ以外は全く平凡な世界で、アスカ一人生き物になったという比喩がぴったりの世界だ。そういうバージョンもあった。つまりうちの苦しみを妹のアスカ全部引き受けてくれたバージョンだった。最後、第四宇宙の地球を破壊するしかもう救いようなかったぐらい悲惨な人生だったよ。説明したくないね。まあ、その話はいろんなとこから出てくるでしょうけど、絶対作品ができないよ。もう、今までだったらどんなものよりも、わいせつだから。しかもそのわいせつの深さ、人間じゃない。人間の欲求じゃない。何か他の生き物による人間に対する深刻な嫉妬を性行為で表現したらどうなりますか。芸術でも何でもなかったよ。でもないね。第四宇宙実はないんです。で、第五宇宙は沈む、水に沈むという感じです。それは第三、第二、第一全部核兵器で滅んだと思う。で、北朝鮮の核兵器有名なあれ第一、第二、第三なんですよね。で、第五は水に沈みます。海に沈みます。第六は丸毒まであるからね。丸毒スタートになります。ということね。だから霧の丸がリンカっていう作品を一生懸命書いてるよ。ただ今最近、ストップしてるけど、またプロットをいじり始めて、プロットシステム、ワールドシステム、いじり始めた。で、それはそんな作業楽しいよ。楽しいけど、楽しく作った結果、後で泣くのは自分やからね。でしょ？だからその、なんとかしてみんなに分かってもらえないかなっていうシステムだけど、もうこの第五ちゃんみんな分かってもらったでしょ。で、今日までした説明でもかなり分かってもらったと思うけど、じゃあ第六中はその分かってる時点からスタートじゃないからな。だから言ってよ。だからみんな死んだ後バラバラになるからな。遺伝子がな。普通は。その時だけです。連結割りが。あ、これ、雨。連結守られるときな。これでもやっぱり崩壊していくもんの、その類のもんやからね。この辺にうちのバージョン映ってたらね。失礼しました。もう なんていうか、その洋服掛けにかける前に、炭素もいっぱいなんですけど、洋服掛けにかける前に襲撃されるから 猫にね。色を時々変わってるでしょ。
実は二層構造でしたから、だからこのモニターの上にそういうことがあります。今これ流しておきます。エッチな人を見れるようにしよう。だけどエヴァンゲリオンを見れるし、エヴァンゲリオンずっとこっちで見てたけど、ただ、ちゃう、DVD しか見られない。あるから。プレステ2やから。そんなこと知らんし。何の話か急に変わった。だから、これとかも着る出番ないと思うけどね。あまりに可愛いでしょ。猫の宇宙パンティ。変な。だから、その、なるべく可愛い話にしたいんですけど、それ皆さんがプレイするときに絶対エロい話になる。なんでやろうね。だからそのエロさがね、結局その好きな男性とうんぬんっていう話じゃないの。でそういう話はめっちゃ皆さん結構不潔に書きある作家が多くて、でそのね結局そのね、そういうケースはあるよ、もちろんね、それ皆さんが苦しんできたケースでしょ。でもそうじゃないケースもあるからね。何を望むかっていうときに、その普通に、みんながまともって言ってるような関係が、決して幸せではないの。それはそうよ。都合で結ばれてたらね。で、都合教育を受けてた人たちが都合で結ばれてたらね。そうなるよ。それを壊す、まあ、バイオレンス、そしてセックスって話でしょ。所詮はね、皆さんが書かれた、読んでる、書かれたものね、エロ漫画とかね、AV、アダルトビデオ、ね、所詮その、そうですよ、どんだけ美しく、まあ、あるいはどんだけキュートに書かれててもね、それ以上のものじゃないよ。だから、それ以外の結婚っていうのはあるけど、それ、みんな分からんでしょ。で、それ、絶対、一生懸命演じようとしてもね、皆さん演じて何とかしようと。演じたら何とかなるんじゃないかと思うか知らんけど、無理よ。究極男女関係、それでは絶対無理やから。だから皆さんが望むような、アダルトビデオみたいな世界になる、ね。皆さんが本当に幸せな二人演じようとしたら、アダルトビデオが攻撃する対象の都合で結ばれた二人の都合の性格が何だかって言ったら、そういう本当に愛し合ってるカップルを演じたい。演じてるよね。だから、都合やんか。そんなんええな、羨ましいなっていう都合。ね、じゃあ、皆さん、永久そういう地獄から抜け出されへんよね。ね。だから、そういったところ、なんとか解決できへんかなっていうところから物語書き始めてるからね。都合。都合で結ばれた仮面家族。仮面の関係をどうやって剥がすかって、別に L じゃなくても、皆さんの年齢で適齢期になっても奥さんいらっしゃらないから、仮面家族をセックスで解決っていう、そういう文脈を一生懸命さ、見るわけでしょ。で救われるわけ。それなんだけど、皆さんは適齢期やから。仮面家族に育ったせいで適齢期やのに、仮面学校に通ったせいで適齢期やのに、ね、仮面なんか通用しない。経済社会にいきなり、掘り出されて、で、破滅したんですよ。で、適齢期は何？適齢期は何？って怒ってるんでしょ。で、仮面家族を壊すエロい作品を喜んでるわけ。ね。で、そうじゃないのは演じたいけど、演じたら、たちまち仮面夫婦を作ってしまうわけだ。ね。演じるだけ。どうやったら、素直になれるか。で、そして、自分が素直と思ってるのは、本当に自分が定義してる素直なのか、人が定義してる素直と違うかどうか。で、自分が定義してる素直が結果に結びつくかな、知らんけど。あなた方の定義してる素直があなた方の理想に結びつくんやったらいいけど、結びつかないのかね。もし今のあなた方の素直が結びつく世界といえば、セックス&バイオレンスの世界をキュートに表現した状態としか言いようがない。それが第四宇宙だったの。で、第四宇宙はって言ったら、そこ分からんか。
仮面家族が分からなかった。仮面家族みたいな状態を理想としてた。そのギャップだった。だからアスカのし、アスカのとアスカの周辺の場合は全部仮面家族だったんですよ。その仮面家族の人たちが仮面が壊れてきた状態が今のあなた方やね、実は。